おはようございます。スリコー TV です。これね、ちょっと山盛りのスピナーベイトっていうことで、釣り具屋さんでね、ちょっとね、スピナーベイトいっぱい買ってきたので、紹介していきたいなぁなんて思います。で、今回買ってきたのは、この実は4つ。ね。で、この2つは、もう1個ね、買ったんですけども、先日ご紹介したビーブルのですね、スモーキンシャットっていうカラーの2分の1オスっていうことで、で、ちょっとね、今年スピナベサイトってね、ちょっと勉強したいな、なんていう風に思いまして、似たカラーのスピナベいろいろちょっといろんなサイズで買ってみようかななんていうことでね、いろいろ買ってきました。で、まあ価格も様々なんですけども、まずはね、この3つなんかもスピナベといえばクリスタル S ってね、印象がありますけども、ノリーズの、これがですね、ディーパーレンジの4分の1オンス、ディーパーレンジの8分の3オンスで、これはオリジナルなクリスタル S っていう感じで、まずねノリーズ買ってきて、でまだね釣り具屋さんいろいろぐるぐる回っていたら、あーこれ超釣れそうって思ってね買ったのが、これ1500円なんですけども、往年の超名作 D ゾーンのね8分の3オンスっていうことで、こんな感じでね、いろいろとスピナベで、まあこのスピナベサイトに聞くって言われてるスモーキンシャッドに似た他のメーカーのスピナベもね、ちょっと揃えておきたいななんて思ってね、買ってきましたよ。まずはね、これがね、スモーキンシャッドってカラーで、まあ、スモークな感じで、ブレードもね、ちょっとね、なんだろう、スモーキンな感じの、まあスモーキンな感じって、でもね、あれですが、まあこれはね1250円っていうことで、ここはね今や店頭にいっぱい並んでますよね。で4月のボトムアップの、出荷する商品みたいなね、SNS とか見たら、いよいよビーブルの8分の3オンスこれもね、店頭に並び出すよみたいな感じで書いてあったので、ビーブルのね8分の3オンスはね、まだ実は開けてなくてね、一応念のためなくなった時用に持ってるやつね、8分の3オンスいくつかあるんですけども、ちょっとねこのスモーキンシャッド狙いでまた買いたいなぁなんて思うんですけど、まあ最近、何かっていうとこれね出たばかりだったんで、このビーブルってね、買って、予備もビーブルね、補充もビーブルって感じ、ビーブルばっかり買ってたんで、その他のやつで、でね、こういうちょっと地味めなカラーどんな感じなのかななんていう風に思ってね、揃えてみました。じゃあまずはですね、ここら辺見てみますかね。あ、もうねザ・スピナーベイトって感じですね。クリスタル S のね8分の3オンスで、これはカラーはライブギルっていうカラーですね。ライブギルで、ちょっと参考までに、ビーブルもね1個ね、こんな感じが鍋サイトに効くよって言われて売ってたよっていうことで、またちょっと1個これ予備でね、ケースから出さないで持っておきたいなと思ったんですけど、ちょっと分かりづらいので、はい、まずこれがビーブルね。で、これライブギルね、クリスタル S ね、特殊形状の V ブレード、鋭い回転をスタート、ワイドスイング、最大限のフラッシュ効果を発揮、バイブレーション増幅、ファインワイヤーとプロファインスカート引き付けて食わせる信頼のセッティング、トータルバランスでバスにアピールっていうことの、このね、あー出てきた、ノリーズのクリスタル S。 まあクリスタル S もいっぱい持ってるんですけども、こういうちょっと地味めなカラーってそういえば俺少なめだったなと思ってね、買いたいなと思って買ってきたんですけども、はい、ライブギルのクリスタル S と、こっちがね、あスモーキンシャット、なんか良さそうじゃないですか。あ、ちょっと青みがかってるんですね。ただこっちのがね、ブレードがより濃い感じのね、ガンメタみたいなカラーなんですけども、で、ノリーズのやつにはこうストライクドットがねついていて、ここめがけて食ってきてねみたいなね、こんなねドットが入っていて、で、ボリューム感もね、ほんとちょっとクリスタル S の方が気持ち長いかな、長いかな、どうかなっていう感じですけども、はーい、こんな感じ、釣れそうですね。で、針周りも、針のサイズも大体一緒なんですけども、
こういうね、地味な殻をシャ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 ってやると効くんじゃないかっていうことでね、釣り具屋さんでブラックバスより先にまずね、自分がバイトしちゃいましたね。このライブギルっていう、こんなスカートのカラーで、で、これがね、スモーキンシャット。はい。で、あ、この色もいいなと思ってね、買ってみたのが、これがですね、ダークスモークプロブルーっていうことで、ディーパーレンジですね。ハイピッチタイトバイブレーション仕様、クリアウォーターでも魚を驚かさない、通常スピードのリーディングでワンレンジ下の層を平行引き、浮き上がりにくいベンディングワイヤーをセッティングっていう感じで、まあ数々の実績を誇る、V プレードっていうことで、こんな感じのね、あーもう全部ね、ちょっともう出してね、いつでもね投げれるようにね、臨戦態勢ね取っておこうかなと思うんですけども、はいはいはい、ダークスモークプロブルーっていうことで、これ釣れそうですね。で、こっちがビーブル。これもね、やっぱこのスモークのスカートで頭周りがちょっと黒っぽくて、で、ガンメタのこういったブレードっていうことで、あー、ディーパーアレンジいいですね。これね、このちょっとね、こんな感じのワイヤーのね、テーパーが付けられていて、で、浮き上がりにくいっていうことで、で、回転のいいね、このブレードがついているんで、これをシャ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 、これもね、魚バグって食ってくれちゃいそうじゃないですか。ね、サイズ感としてはまあこんな感じで、だいぶね、あのさっきのオリジナルのクリスタル S よりも、ここが長いですね、アームがね。さっきはね、クリスタル S だと、この I1 個分ぐらいの、ね、長さだったのが、ディーパーレンジになるとちょっとね、長くなってきてますよ。で、カラーはこんな感じ。で、さっきのクリスタル S と比べると、あ、やっぱワイヤーの角度とかテーパーの付け方とか、あとここのやっぱ長さが違うんですね。まあ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 。似てるけど、この微妙なセッティングの違いによって、その、どこを気持ちよく弾けるかっていうのを変えてきてるってことですね。で、カラーは、あんまり持っていなかったんで、これまたね、スモーク系のカラーを買ってみました。で、まあ、ここら辺は8分の3オンス、8分の3オンスっていうことで、これがね、2分の1オンスなんで、まあ、8分の3オンスでスモークっぽいスピナーベイト弾きたいなっていうことで、こう買い足していってるんですが、これがね、ちょっとね、さらにゆっくり、ゆっくり沈めるときにいいんじゃないかなって思って、ディーパーレンジのこう4分の1オンスで、カラーは、これまたライブギルね、ライブギルの、ちょっとね小さめのやつね、これを買ってみました、ね、これもね開けてっちゃいます。はい、ふい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 、うわー、このコンパクトなんだけどブレードはねしっかりとこうちょっとね、アピールしてくれそうな、このボディにしては、頭のヘッドにしては大きめのブレードがついていて、で、このワイヤーも長くてっていう感じで、あ、これも使ってみたいな、早く投げてみたいな。で、そのビーブルと比べるとこんな感じですが、まあ、さっきねこのライブギルはねいたんでね、これはオリジナルのクリスタル S、まあ釣れそうなカラーですね。なんかあのスピナベサイトって概念を教えてもらうまでは、こういう地味系のスピナベってどういうタイミングで入れたらいいかわかんないと思って、ついついね派手な色のなんかね、チャートとか、あとは白いスカートとか大好きなんで、あとはね赤とかね好きなんで買っていたんですが、まあディーパーレンジで、でちょっとサイズを小さめのものね、これがまあディーパーレンジで色は違うんですけど、こっちが8分の3オンスで、こっちが4分の1オンスっていうことで、いやーいいね、こうね、うん、あ、ワイヤーの長さとかは変わんないで、このヘッドの大きさでね、調整してるんですね。信頼のね V プレードがいっぱいあるんで、いやーこれタラタラタラ、あ、これも投げてみたい、見えバスに投げてみたいな。はい。で、今回の中では、一番高級なスピナーベイトになります、エバーグリーンの名作、D ゾーン。
D ゾーンにね、こんなね、またいい感じの色が売ってたんで、これ新品で買ってきましたよ。D ゾーンね。まあ裏にね、こう説明がいっぱいありますけども、清水森蔵プロが作り上げた、まあトーナメントスペックのスピナーベイトってことですよね。これまたよく釣れるんだ。コメント欄でね、どんなスピナーベイトがおすすめですかなんて書いてあって、で、B カスタムね、デプスのあれなんかいいですよなんて書いたんですけど、まあ、今回ここにいないんですけどね、またね、B カスタムでも結構スモーク系の魅力的な、あと魅力的なサイズ、見かけたらね、追加で買いたいななんて思うんですけど、今回ね、ちょっとね、釣り具屋さん回ったらそこら辺の欲しいなって色はなかったんで、ちょっと今回はね買ってないんですけども、これね店頭で見たらね、おこれは効くんじゃないんですかってね、ブルーギルっていうカラーみたいですね。これうおー、これは相変わらず D ゾーンしてますね。この繊細そうに見えるね、このいろんなテーパーが付けられたワイヤー、これによってね、ブリン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 振動が手元に来てね、非常に気持ちいいスピナーベイトなんですけども、まあまあとにかくよく釣れる。で、これ8分の3オンスなんですけども、2分の1オンスのビーブルのスモーキンシャットと比べるとこんな感じ。ね、サイズ的には、あ、だいたいなんだろう、サイズ的にはね、一緒ですね。うん。ね。このアームの長さも最終的にはこう一緒なんだけど、これはね D ゾーン独特のこのテーパーが付けられてるんで、だいぶビヨーンって伸ばしたら長くなるんですが、まあでもコンパクトにこうなっていて、でこのね、ガンメタのブレード、ガンメタのブレードのものってのが自分そんなに、まあなんていうか食わず嫌いで苦手で、投げたことがそもそもあんまりなかったんですね。ブレードって言ったらキラキラしてなんぼだろうと思って、ついついゴールドブレードかシルバーブレードかね、そこら辺ばっかりね買っていたんですけども、今回ね今年いろいろやっていく中で、このガンメタ系のねブレードをね、こういう感じのをどんどんね使いこなせるようになりたいなと思って、まあ買ってきてみました。こんな感じでね、スモーキンな感じのねスピナーベイトを、はい、もう一気にねガーッと買ってきましたけども、でこうあるわけなんですけども、こんだけあればねいろいろとトライできるんじゃないかなと思って、でまああとねレンタルボートでちょっとね見え場所を探して早く旅に行きたいななんていうふうに思いますが、どうでしょうか。こんな感じでね、各メーカーでね本当派手な色からこういうちょっと地味めな色まで取り揃えてるので、まあカラーに関してはね本当ね好みが分かれると思うんですけども、前回ね本当これで魚釣った時にその他のスピナーベイトとかも結構ね結び替えて実は投げたりしてたんですけども、本当ねこのカラーのね魚のよりねバイトが良かった。本当ね吸い付くようにねマグネットバイトなんて言われてますけども、スーってきてね食うなってねそれを感じたので、今回ねちょっといろいろなメーカーでこうねスモーキンな感じのねスピナーベイトいろいろ買ってみましたね。あとはねここら辺をねスピナベのケースに入れて、で釣り場に行ってね、実際にあこれはこんな使い心地ですよなんていうのをね動画でねお伝えしていければいいなと考えているので、ご期待ください。スピナベサイトなんとかね、うん、あれね本当動画で見ていて、あ自分で一回体感してみると、あこういうこと川村さん言ってたんだ、なるほどねって感じるんですけども、やっぱりねちょっとね、うん、やってみないとわからない釣りなんで、まあ本当ね何回もトライしてねわかりやすくお伝えしていければななんていうふうに思いますので、ぜひね、生温かくこう応援していただければと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、釣り具屋さん回って、スモーキンシャッドみたいな感じのねスモーキンな感じの色のスピナーベイトいろいろ買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。